ちょっと一回生であの英雄ウォレットポイントの発音の方、ちょっと僕らまだそうですね、そうなんです、ちゃんと言えないので教えて、英雄ウォレットポイントじゃダメです。そうなんですよね、英雄ウォレットポイントですね。さすがもうさすが小松杉くん、はい、ポイント、あのやっぱあのみたいな、あのそうですね、もう勢いですねもうあのもうコツじゃない、もう勢いで勢いです、もう突き進むというか、いやでもね、ポンと出るという現場でこれを言うときに、あのそのスタッフさんの中で英語ができる方、うん、あのがいらっしゃいまして、うんうんうん、もうねすんごい練習してましたから、すごい練習しましたね、本当に初めてですよね、こうやって3人集まるの。いやもうすごく嬉しいですし、やっぱりなんか新鮮です ね、 そうですね、いつも現場で学校だったりだとか、ね、あの現場でお会いするんですけど、こうやってマイクを持って一緒に立てるということはすごい新鮮でございます、はい、爽やかですねお三方。いやいやいやもういや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 、何やねん、あの26なんで頑張らないと見えないんで大丈夫、同級生ですから、はい、そうですね、この2人2人は今まであったんですけど、こうやって3人揃うのは初めてなので、すごくあの安心してます。今日は頼っていこうと。そうですね、本当に安心感があって、嬉しいです、この3人でここに立てて、はい、はい、楽しみたいと思います。タイトル家族と、じゃじゃん、どうよ色使い、超めちゃくちゃ塗りましたね、塗った、わすごい、どうしよう、すごい、僕ここ最近キャンプ行くんですよ家族と、まあ、本当に何もしないんですけどね、本当にゆっくりしに行ったり、まあ普通に家族とわきあいあいと話したりしていくだけなんですけど、まあまあすごく楽しくて、すごく穏やかな気持ちになるところなんですけど、それをまあ家にどうやって表現しようかなと思って、やっぱこれだなと。素敵です、富士山が、富士山、そう、うん、そうなんですよキャンプに今キャンピングカーですか、これは。キャンピングカー本格的じゃないとは思うんですけど、まあでも中とかあのお父さんはちょっとちゃんとこだわりがあったりとかするので、うん、いいですね、リフレッシュ、はい、うん、そうでございます。はい、僕はこちらです、あっという間に。おお、これはどういう、たまたま僕車を運転してて橋を渡ってたんですよ、はい、そしたら橋のこうもう真横で、うん、もうすごい近い距離で花火がこれ、花火なんですけど、これあこの花火上のこの、はい、花火が急に上がりまして、もう全然知らなかったんですけど、その日花火大会だったみたいで、しかもちょうどその花火大会の一番こうクライマックスの一番数が上がる瞬間にちょうどそこを通りかかって、一番いい時にじゃあ通りかかったって、はい、でもまあね、止まれないですから、まあ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 、まあすぐ通り過ぎちゃったんですけど、うん、なんかこのすぐ通り過ぎて行ってしまうのがなんかこの夏を表しているのかななんて思ったりもして。確かにね、確かに一瞬のね一瞬の思い出ってやっぱり一瞬の思い出で、すごく大事に、そうですね、多分でもやっぱり今後も忘れられない思い出となっていくんじゃないですか、それは思ってますか本当に、え思ってますか。いや思ってますよもちろん、本当にだからこの花火で、あ夏だっていうのをこう思い出させられましたね、うんうん、はい、嬉しかったです、うんうん、思いもよらぬ、私の夏の思い出はでで ん、 ん、 ん免許、免許、免許、免許のこの周りのなんかぐるぐるみたいな、これはなんかカラフルに書いてほしいとのことだったので、とりあえず書いとくみたいなとりあえず線引くときゃいい枠、いやそんな、その枠をちょっとカラフルにしてみました。なるほど、色をたくさん使ってほしいとのことだったので、私はこの夏車の免許を取りまして、あら、おめでとうございます、ありがとうございます、っていう一枚ですなるほど、はい、ちょっとこれ引きに書きすぎたんでちょっとはい、はい、ごまかしてる。ちょっと待って免許ってさ、うん、あそっか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 、普通に、あ2月5日、はいはい、結構いい、よくないですか、え
うちの画伯なんですよ本当に松本さん。いやその画伯画伯言うから画伯なんです。だん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 なんか変に描かなきゃいけないのかな。いや普通に真面目に描いていただいていいんですよ。いや余白がすごいいっぱいあるなと思ったんですけどえでも勉強どうだった、楽しかった、撮る時。撮る時、うん、泣きそうだった。泣きそう、何回か泣きそうになりました。あ先生が厳しくて。あそっち、あなるほどね。でも無事撮れました。いやいやおめでとうございます、はい、撮ってから一回も乗ってないけど乗ってないの乗ってないです。乗んなきゃですよ。あの身分証明書として当てます。いやでもいやおめでとうございます。ありがとうございます。いい夏の思い出じゃないですか。ありがとうございます。確かにね、はい、だってね一生残るも の,、はい、ものっていうかね。だから来年の夏はね海とか行けます。行けますよ、うん、行きます。いや行ってくださいそれで、うん、行けます。行ってくださいぜひ。免許持ってらっしゃるので、はい、犬を連れて。いいですね。いいですね。はい、はい、ありがとうございます。おめでたい。ありがとう。